せーの、アウェプ安心通信。皆さんこんにちは、アウェプのスキガラです。Magandang tanghali po, ako po si Jean. Magandang hapon, Joan です。 Lily です。今日は特別ゲストで、台湾から今インターンでアウェプで活動をしてくださってるリリーさんを一緒にお迎えしてお話ししたいと思います。リリーさんは台湾の高雄というところで今大学院生で、この7月と8月9月の頭までアウェプで活動してくれています。で最初にでは、リリーさんが来た台湾の高雄というところを場所を確認あ映るのかなしたいんですが、結構南の方、台湾でも南の方で高尾も暑いんですよね。すごく暑い、すごく暑い、すごく暑いそうです、はい、だから今日は暑い国の台湾からリリーさん、そして次にフィリピン、ジンさんとジョアンさんが来た、あの出身はフィリピンのマニラというところ、あの 赤いところです。でフィリピンも台湾よりあの上にあるのが台湾なので、台湾よりさらに南でマニラも暑い、暑い国です。一年中暑い、はい、一年中暑いところです。で、あの高雄とマニラの1週間の天気っていうのをさっき調べたらこんな感じで、ちょっと見づらいですが、気温がだいたい33、34度ぐらい高尾が、でフィリピンマニラも、マニラはちょっと天気が悪いせいかちょっと気温低い、31度ぐらいで、湿度もだいたい同じぐらい 70%80% ぐらいでなところです。で今日はこういう暑いところから来て出身の方々がいらっしゃるので、今日本もとても暑くて毎日熱中症のことが話題になっています。なので暑い国から来た方々に熱中症どう対策をされているのかとか、暑い日の過ごし方なんかをちょっとお話を伺いたいと思います。はい、で今高雄とマニラの気温を見たんですけど、次に今日の神戸市、今日と明日の神戸市の気温の移り変わりがの表があって、これを見ると、今日はですね気温がそんなに高くないんです。27度から最高で31度、明日32度ぐらいっていう予報で、天気は晴れたり曇ったり、雨は降ってないんですが、見て、見ると湿度が高い時で朝の6時からもう 95% とか 90% を超えてたりするんですね。でこれが多分、フィリピンマニラと台湾高雄との違い、湿度がすごく、神戸の方が湿度が高い。でそれで見ると、熱中症が厳重警戒とか危険っていう風になっていて、神戸市はこのあと10日間熱中症の情報を見ると毎日危険、毎日危険になっています。はい、っていう状況です。はい、でそれで、先に話しとか、熱中症になるとですね、あのもう皆さんご存知かと思いますけど、軽い時はめまいや立ちくらみや筋肉痛だったり汗が止まらないみたいな症状が出て、だんだん重くなると頭が痛くなったり気持ち悪くなったり体がだるくなって、でもっと重くなると意識が朦朧として意識がなくなって痙攣があったり、すごく体温が高くなってしまったり、歩けない走れないみたいなことが起きます。それで日本ではもう毎年のようにこの時期、だいたい6月ぐらいから熱中症対策というのがすごく話題になって、で次にチラシがあるんですけど、神戸市もあの暑さ対策できてますかというような、熱中症に気をつけましょうっていう啓発のチラシを出していますし、あと厚生労働省ですね、ミニストリー・オブ・ヘルス・レイバー・アンド・ウェルフェア、厚生労働省はあの今日本語だけではなくて英語、中国語、タガログ語もありました、何カ国語もうあのこういった啓発のチラシを作って、日本に暮らしている外国人の方にもあの注意をするように呼びかけています。はい、というのが日本の
熱中症 の話題すごく毎年話題になって、注意しましょうという話になるんですが、フィリピンではどうですか。暑い国ですが熱中症はありま す、ね、先ほど言ったように一年中暑いなんですけれども、ただフィリピンの場合はやっぱり風がよく通るので、風があると涼しくなります、うん、エアコンがあると楽なんか、うんうん、本当に涼しくなるので、あんまりなんていうんですかね、その熱中症とかあんまり気にしない、気にしない、あまりこう気をつけましょうっていうふうには、うん、あるけれども、うん、でもなんか普通に仕事行ったり普通に学校行ったりとかするから、うん、その違いですね、うんうん、リリーさん、うん、台湾はどうですか。もう夏かな、うん、はい、そんなに話題じゃない、ね、話題にならない、話題じゃない、うん、はい、普通の多分夏は長いだから普通の毎日、はい、そうですね、はい、暑くても普通です、はい、暑さで気をつけることとか、うん、フィリピンではどういうことにじゃあ気をつけて暑い時は過ごしますか。Binagi ingat lang sila kapag kami pag sobrang init na maglalakad ka sa mahabang daan, kunyari mamimili ka, lalakad ka lang. Pupunta ka sa palengke, lakad lang ang gusto mo dahil kailangan mo din mag-exercise. Kailangan meron kang baong tubig na iinumin. So, kaya mo na ikutuki ni, moshi,例えば屋根のないところに歩いていくと、ま、水だけ持てれば大丈夫みたいに、日本みたいにいつも傘持ってたりとかするじゃない。傘じゃあ、あんまりフィリピン人は傘を持ってないんです。傘は忙しいな。え、台湾もあまり。たま傘でもその、うん、日焼け止め、ですね、日焼け止めです。それはJapan, Uchiwa, di ba? Yan. Mm. Ano na ang mga Pinoy dyan, tawag dito, okay na sa kanila? Mm. Ah, so this ni, watashi tachi wa, Uchiwa dake ga aru to, daijoubu. Uchiwa. Filipino. Nihon wa, handi. Handi. Senpuki de naito, nanka mo. Taiwan mo. Taiwan mo, sore wa arimasu ka? Sore mo, itsumo.この感じね、うん、はい、あ、ここに下げるやつ、はあ、それは使うんですね、うん、フィリピンナスね、パマイパイパイな、これだけですね、これだけ、ゴマガメット、ビヒラパヨンゴマガメット、あんまりなんていうですか、まあ今若者はこれ使ってるけれども、私たちはビヒラその時そんな使わない、台湾は出かけない、出かけない、暑い日はもう出かけない、はい、はい、それだけ、水を飲む、水を飲む、はい、暑い日は出かけない、はい、当たり前といえば、そうよね、そうそうな、でもフィリピン人っていうのが、あ、そう、暑いの、じゃあモールに行く、森、大きいモール、モール、あー、もうね、モールに行くで、はい、だからあそこで行ったら、はい、なんか時間のなんか過ごすっていう、だから今は高尾のデパートはどんどん増えてます。デパートが増えている、増えている、今も建てる、建てる、建てる、今も新しいの建てる、でもなんで日本がこんなに熱中症のなんだろう、病院に搬送される人も増えてるし、すごく最近、本当最近ここ数年熱中症、熱中症ってすごく問題になってるんですけど、なんでですかね、なんですか、さっきフィリピンの方の TikTok のインフルエンサーの方がそのことを説明してたっていうお話ししてくださったんですけど、湿度のことをやっぱ言ってました。日本のヒューミディティは違うです、mas mataas nga yung temperature ng, for example, sa Pilipinas, pero yung humidity niya ang baba. Kaya pa. Pero sa Nihon, mababa man yung temperature niya, pero yung humidity niya ang taas. Kaya yung tao, doon nakakaranas ng pagkahilo,
Basta masama sa kato kasi parang nanunuyot na yung mga balat niya kasi mas kayang dry, mas kayang anuhin yung katawan kapag ka dry ang katawan. Yabari, Nihon wa shitsudo ga takai no de, Philippine to kurabetara zenzen chigai imasu. Dokara, atsui kuni kara kita Philippine no kata demo, Nihon no atsusa wa yappari chigau. Shindoi nan desu, shindoi desu ne. Mas, kaze ga amari nai. Amari nai. Kaze ga nai. So. なんか逃げられない暑さ、そんな感じ。isa sa kasi sa body part ng katawan ng tao is water. 70% kasi ng katawan natin is water. Kaya parang mas pagka-dry natutuyuan talagang hindi kinakaya ng katawan. So, ですかね、体がやっぱり水がほとんどの、なので、ただ日本でそのユミディティがあるとその湿度があると、やっぱりなんか全部乾いてる、なんか乾くっていうかなんか全然なんていうね足が汗がうまくかけない感じ、そんな感じなんだって、だからそういう考え方なんかな。リリーさんは日本何回目かですけど、日本の夏はやっぱ台湾と違います？違いよね、台湾なら多分高雄は一番暑いと場所、台東もでもそれは普通 の、の暇の時、夜の時は涼しくなる、夜は涼しくなる、昼間はとても暑いけど夜になると涼しく、日本は最近夜も暑いよね、で夜も湿度がずっと高いの、でなんかやっぱりここで驚いたのが、日本人ってエアコンはつけません、さっきそれも話題になって、エアコンをつけるのが嫌いな、特にお年寄りで嫌いっていう人が、昔はそんなに暑くなかったから、あまりエアコンに慣れてない人がいて、それで夜に熱中症になってしまう人が多いのが問題になって、なってると、夜でも熱中症、寝てる間に熱中症になってしまう、すごく、それそうなんですよ、そういう問題もあるんです。テレビでも言ってますね。ちゃんとエアコン、エアコンをつけましょうって、いいですよって、そうなんです。で最後リリーさんに台湾の熱中症対策というか、そうね普通は台湾は5月から暑くなる、はい、どんどんで暑くなる、9月も暑い、10月も暑いかな、夏はずっと夏が長いですね、25億超え3月から25億超えです。25以上に。はい、はい。だから、すごく毎日の日常です。暑いことがもう普通。普通です。でも、もし本当に、熱中症の感じ、その感じは病院は行かない。傘というの、その漢方みたいの、漢方みたいの汁、やってます。それもちょっと写真を見つけたんですけど、最後に写真が、ネットで写真を、傘、日本語で傘って聞いたことあります？傘っていう、なんか、マッサージ、なんて言うだろう、これぐらいのプレートみたいなのでこうマッサージする、そうよ、カッサっていうマッサージで、痛くはないかな、私はそれは変と思う、だからやってみます。リリーさんはやったことはないないよ、でも友達とフェミリーが usually このカッサする、カッサする、それが熱中症にも効く効果がかな聞くと言われている、彼は弱いの時、
痛い。あ、なんかツボと一緒かな。あの、体が弱ってる時ところが痛いみたいな。そういうカッサっていうのが熱中症に効果があると言われてる。でも普通はじゃあ台湾の方は熱中症だからといって病院にはあまり行かないんですね。病気じゃないです。病気じゃない、うん、確かに病気じゃないもんね。その辺がちょっと意識がやっぱね、やっぱ日本はあのね、あの冬、あの春夏秋冬が四季があってずっと夏ではないから、この特に最近暑い夏がしんどいのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。すごくなんか私も新鮮でした、この熱中症に対する意識の違いが面白かったです。はい、でも皆さん熱中症には本当に気をつけてください。ですいません、最後にあのアジア、あのアウェップで今度8月の終わりにあのおしゃべりの集いで、その暑い時にあの楽しく乗り切ろうということでフィリピンカフェを開催していただくので、その紹介を最後にお願いします。あのピナーニャハンポナミンカヨサススノディナボワン、あ、ボワンポナンアゴスト、サアラオナン、あ、サバドAugust 24 po, mula ano, alauna 30 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon po. Ang Philippine Cafe po ang ating topic para sa Oshabil Nutsudoy. Bali po, special event po siya para naman sa summer eh. Meron naman tayong bagong magawang masaya at saka may matututunan tayong bago. Maglalabas po kami ng bagong pagkain. Kagaya po last year, meron pong turon. This time po, may turon din, pero ube, ano pala na? Ube cheese turon. Ube cheese turon. At saka po, ano pa yun? Mais con yelo. Mais con yelo. Papalamig po tayo ng konti. Yun. Sana po makita kita tayong lahat. Sore wa nan desu ka? Ube? Ano, ube te, ano, taro, taro imo? Taro imo no, eto, nan desu ka ne? Hara,春巻き、チーズと入れて、なんか巻いて、それはフライ、フライする。フライする。で、違うバージョンですね。うん、あとは、あの、なんか、かき氷みたいなんですけれども、あの、コーン、入ってるかき氷です。うん、そう、なんか台湾にもありそう。うん、甘いのと。甘い。冷たい甘い。え、冷たいの、甘いの、知らなかった。楽しみです。はい、皆さん、あの来たい方はぜひアウェップにご連絡ください。よろしくお願いします。では今日はこれで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 FM 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 YY